ジェネレーションジェネトー、ジェネトークをお聞きの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ジェネレーションズの中塚担当サノレイオです。今週もこの二人でお届けします。はい、ということで、はい、今週は最新アルバムのプロモーションという重要なミッションを背負いながらこの方がくれました。<laughs> し自己紹介よろしくお願いします。はい。1月25日、最新アルバムレイオブライトがリリースになりました。そして好きなフルーツは。 ぶどうです。ザランページの藤井です。よろしくお願いします。ぶどうが美味しいよな。美味しいよな。でか粒。でか粒すね。種なしの。あ巨峰の種なし。皮ごと食えるやつもあるしね。ありますね。ということで、ゴリゴリのプロモーションで登場ということでね。好きな食べ物を。自己紹介に入れてくる。安易な構成を書いたのは誰だ。小野口さん。ふざけんな。 もうちょっともてなし方あるだろうが。ということで今年初の初ですよ初めてで初のゲスト。歳県出身二人とと同じ過去ににははジジェェネネののののサポメントししててて一緒やっっまたけど僕僕ららら関係そそれこねだ結構長いいよが中学生時か 武蔵修行の一緒に回らせていただいて、じゃあまだ子供やったもんな、そうっすよね、子供でしたね。ユウタさんなんかはもう一緒にホテルの部屋でうわ待って、翔平と三人で懐かしい、やば、相当前だあのホテルね、あのホテル、あのホテルね、懐かしい。そうや、一緒に泊まってたな。泊まってました。地方組、歴史が長いね。歴史長いっすね。まあということで、まあランページ。 どういうグループかちょっと説明してください。改めてね、改めてしてと思いますけど、改めてザランページというグループはですね、ボーカル三人とパフォーマー十三人の十六人のグループでジェネレーションさんの後輩グループになります。一個下ですね。一個下のはい後輩グループです。ランページすごいいきなり大人になったよねみんな。最近そうですよねなんか急激にみんな。 大人になってるかもしれないですね。なんかガキんちょ感なくみたいな、うん、みんな。<laughs> まあデビューした頃は本当にクソガキでしたけど、<laughs> もう五年も経ったので <laughs> ねえ。ねだって武者修行でね初日に。<laughs> <laughs> キャリー持ってこなかったマコちゃんが <laughs> こんな顔だって。よね。<laughs> そうですよ。今日キャリーいるんですか。<laughs> <laughs> リュック一個でリック一個できちね。おかしいです。お母さん持ってきてくれたもん、ね、キャリー。<laughs> そんなことわからない年齢じゃなかったよあの時。<laughs> 高校生の時。なるほね。ね <laughs> 伝説を作ってますよねいろいろ。わ、ね、かるよね。<laughs> この前、サポメンでね、舞台もやってましたね。労働劇やらせていただきました。はい。いいよね。ちょうどその内容にも、そのまこちゃんのリュックサック事件だったり。お漏らし事件だったり、いろいろあったね。まあ、まちゃんから赤ちゃんの匂いする。やばかったですよね。トランポに。あのおむつ入ってました。そう、餅。 あの道具のトランポにおむつ入ってんパンパーズだがムーニーマンが入ってたやばすぎでしょやばいよね伝説やねおかしいよね幼稚園じゃんもうクリアボックス何ちゅうことまあそういういろんな思い出ありますけどじゃあ樹君早速アルバムからあいいんですかもう今かかってますけどこの後ろではいぜひ1曲お願いしますよでは じゃあ1月25日にリリースさせていただきました最新アルバムの『レイ・オブ・ライトか、うん』なら表題曲の『レイ・オブ・ライト』をお聴きくださいどうぞレー GENERATIONS の仲塚やったと「サノレオ」と「サェネレーシ 一月二十五日最新アルバム『レイオブライト』がリリースされました。ててね、ランページの藤原つつきです。早速入れてきてるやんこれ。こう早速入れてきてるよ。一、うん、月二十五日佐藤大希さんの誕生日。うん、ザランページ藤原つつきさん。<laughs> これじゃないの？うん。そっちの方がいいね。一月二十五日関口メンディーさん誕生日。<laughs>

何これ何をやるかと言いますとこのジネトーク幾度もアーティストのプロモーションのために時間を割いてきましたがもう正直飽きが出てきています、えー、かっこ先輩にはたっぷり時間を割いてますたかひろさんも出てくれましたからね前回ええー、プロモーションの時間をこちらが与えるのではなく自分で勝ち取ってくださいええー、ここにプロモーションとは全く関係のないリスナーさんからのメールがあります リスナーさんからのメールに答えながらも、あたかも DJ ミックスかなよにプロモーションへとつなげてください。綺麗なミックスに関してのプロモーションは全然問題ありません。あまりにも雑なミックスに関してはストップをかけますということでいきます。これむずめっちゃむずいよこれ。これおべり得意な人じゃないとできないですよね。結構難しいですね。レベル高いの来てますけど。まあそうですね。ちょっとじゃあ頑張ってください。はい、まあ宣伝するためにちょっと頑張ります。綺麗にミックスしてください。綺はい。ストップかけますからね。 じゃあ早速きますメールラジオネームメンディーの頭さん嘘つきこのき嘘つき最近毎日のように唇の皮がむけますリップも塗っているのに全然意味ないです別の種類のリップに変えても皮が剥げます痛いし嫌ですどうすればいいですか樹君なるほどですねまあそうそう今 乾燥してますからねこの時期は。まあ僕も結構乾燥してるのでリップはもう常に持ち歩いてて。分かる。俺も。もうないと本当にコンビニで買わないとダメなぐらい。噛んじゃうもんね。そうなんですよ。ペロペロ舐めたりとか。そうなんですよ。それがね嫌いなんで持ち買ったりしてるんですけど、まあでも普段の生活もそうですし、まあダンスしてる時とかも乾燥するじゃないですか。するね。する。でその時にもう唇カサカサで、まあ踊ってる時とかも。 カサカサだったんですけど、まあアルバムのまあ MV 撮影の時とかもね、やっぱ乾燥は激しかったので、現場がね、はい、そういうとこもトンネルね、トンネルのトンネルカサカサ済んだ、そうなんですよ、ちょっと何何でカサカサするの？どういう何トンネルの風がカサカサするの？風もそうし寒いし、あと埃とか、埃ね、トンネル埃すごいんだ、そうなんです、よリップ塗ってて、でその撮影、どこのトンネルあれ？はあれどこのトンネル？ 山山奥奥ですね何県県何何県かちょっと忘れちゃったんですけどそういうとこで『レイ・オブ・ライト』のミュージックビデオの撮影させてもらったんですけどでもさあのトンネルの風っていうのはさ入ってくると同時にさ車のエンジンもしつけてたらさ排気ガスでさ唇なんかもやられちゃうじゃないですかそうなんですよ排気ガスもそれこそ今回の MV 撮影でそのトンネルのトンネルのトトンンネネルルにあの外車 トンネルズさんってさめちゃめちゃ素敵な人たちだよね。いやそうですね。マジでそうだな。木梨憲武さんいるじゃん。LDH でオーディション番組やってるじゃん「DREAMERZ」っていうさあれでさ先週話した俺のさ幼なじみの吉田がさあれ番組担当してんだけど裏方として楽屋入ったらさ「おお吉田くん!」みたいな感じで。のサラリーマンよ なんんかかお菓子とくれだってこれなこれ食べなみたいな感じで吉田さんも僕もちっちゃい頃から一緒に踊ってきたんで「ランページ」のマネージャーもやってたんですよねだから一緒に活動してきてそうだになったんですけど「ランページ」もアルバムにはかかってないんですけどアルバムはそうですね元マネージャーということで吉田君にも聞いてほしいなと思いますしこのアルバムはやっぱ5周年を 記念してリリースさせてもらったアルバムなので、うん、えー、本当にいろんな方にとって嬉しいですし。だからさ、5周年って言えばさ、<laughs> うん、吉田もさ入社5年目なのよ。<laughs> ああ、じゃあ一緒や<う>あ。一緒っすね。そう、そうだそうだ。だって吉田が入社したきっかけって新卒の代で、うん、あのー、ちょっと就活してて、うん、テレビの仕事つきたいみたいな感じだったの、ね。うん <laughs> で L.D.H 入りたいみたいな感じで、あいいあいいと思うけどみたいな、までもどうしても紹介してくれって言われてから、俺あの今の社長に電話して入れたいやつがいるんですけど、そうなんですね。それであの入れたっていう感じなんですよね。次のお便り行きましょうか。やばすごい。次のお便り。はい。頑張ってくださいね。ラジオネーム十七さん、ゆうたくんが大好きですという自慢。自慢？早く会いたいです。 ありがとう。で、あやあ<お>以上以上、うん、終わり？うん、終わり？終わり？はい<あ>これどうミックスするかも伊吹、ね、さん次第。ゆうた君が好きなんだって。<laughs> いやそうっすよねやっぱ。 みんな大好きですよね僕ももう裕太さんにはすごくお世話になっててサポートメンバーの頃からもう裕タうさんも一人だけもサポメンの中でスキルもレベル違うくて本当にお世話になりましたし、うん、もういつもツアーとか見させていただいても裕太うさんのもうキレキレのパフォーマンスもすごく勉強になってるんですね。うん、なんで僕も今回の「レイ・オブ・ライト」という楽曲はですね裕タ <laughs>、うん、さんのようなキレキレのパフォーマンスをしたくて、うん、それを見習いながらこう。 あの練習したりもしてたので、うん、で、今回は本当に力也さんが振り付けを考えてくださって。うん、こう、しん、振り付けはシンプルなんですけど、うん、こう、形を。 めちちゃくゃ綺麗に揃えて16人で合わせてシルエット揃えてリハーサルを重ねて MV を撮らせていただいたのでシルエットといえばさ吉田ってさ昔さ7 0キロなの身長1 7 0 c m 1 8 0ンチでだいぶシルエット変わったよなあいつもな大学デビューして一覧でバイトしてさ7 0キロぐらい太って1 3 0キロぐらいでしょ倍 だいぶシルエット気にしてほしいなって思うんどそろそろ運動とかねしてですね運動する時とかやっぱ「ランペ」の曲とか聴くとこうやっぱ体もこう乗りますし吉田さんも踊れるんで「ランペ」の曲で踊ってもらえるとそれこそ今回のアルバムとかでねすごく乗れる曲もいっぱいあるのでそれ聞いて踊ってんか運動して痩せてもらえるよう運動といえば僕サッカー好きなんですけど確かに。 そのマンチェスターシティとチェルシーっていうね、あの、はい、結構あの今プレミアリーグで一位と二位のチームの対戦があるんですよ。でそれ見ようと思ってるんですけど、一緒に見えません、はい。サッカー一回行ってみたいんですよね。プレミアリーグすげえ盛り上がっているよね。うん、やばなんかもう。ドラマがありすぎてやばい。んですし, <laughs> <ば>しかもさ、俺の友達もさ、放送サッカーのやつも教えて、うんはいて、プレミアリーグ大好きなんだけど。いや、めちゃくちゃ面白いよね。だから、その本当に、だから、サッカーのプレミアリーグって世界的に盛り上がってるけど、うん、そういう。 なんだろう新しいなんかこう文脈っていうかさうんなんかそういうなんだろうこうな娯楽っていうかさうんなんかそういうちょっとこう,うアミューズメント的な気持ちで参加を見れるっていうのはうめちゃくちゃ面白そうだなって思ったって話なんですよね。次のお便り行きましょう。次のお便り行きましょう。ラジオネームアイリスさん。<laughs> 私は学校に車で通学しています年が明けて5日目の日の学校の帰りど田舎の道路でイノシシが飛び出してきて気づく間もなく衝突されバンパーが外れて割れて車の横もへこみましただってイノシシイノシシかすごいです結構田舎なんですねじゃあイノシシのう代は。 すごい、ね。ど田かの道路でって言ってる。イノシがだから山なんじゃない。山か。山やばいね。学校<ー>飛び出してきたんだって。で気づく間もないぐらいだからもう急だよね。急や。あじゃあもしかしたらあのレイオブライトの撮影の山奥だって。っ たので、その時もイノシシがいた可能性がありますよねいやそれはだってロケ地覚えてないからなんと言えない結構山の上だったイノシシはいないんじゃないいないですからねだって山によるもんイノシシがいるかいないから馬かもしんないし猿とかはいそうでしたけど真っ暗だったんで真っ暗でしょう。何行けんか覚えてないでしょ覚えてないどこだっけな東京から2時間くらい2時間くらいでし南郷線乗ってどこ行ったとか覚えてないでしょ2時間か全然覚えてないじゃあダメだなじゃあダメだなじゃあダメっすねいやー イノシシでどうなのイノシシは来たらイノシシ来たらもうその角持って振り回すでしょ手芸草さん的な感じでどういう感じでいくのイスキが仮に車運転してるさ現場行く時でもいいよこうやって乗っててイノシシがぶわーって来てババーンってやっぱり力じゃ勝てないと思うんで もしかしかたら僕はあのー、スピーカーから音楽をかけて「<ー>あのランページ」のバラード曲とかね<お>ボーカル3人の声癒されますし今回のアルバムのね、うん、なんだろうな、まあ、バラードだと「YOURLIFEYOURGAME」とか結構まあバラードというかすごい癒される楽曲なので。癒される ってイノシシに聞くかどうかわかんないよ聞かないかもしれないでもランペの3人なら癒やす自信はあるんでああるんだぜひあのイノシシに入いてどこかの国道でトライしてみてっていうところですね次のお便りいきましょうかラジオネームゆまつかさん「たくん私は今年中学3年で去年の12月9日に14歳差の弟が生まれてきました」問えすごし 妹がいたとしたら連れてって行ってあげたい場所としてあげたいこととかありますかえぇ妹やろめちゃめちゃおめでたいね十四個したってすごいね俺が十四個したって15歳ってことやからな今連れてってあげたい場所なんやろうねいやでも海外とか連れてってあげたいね一緒に十四歳離れた子供だからね妹だから若いうちに連れて行ってあげたいいつきはどうよ僕はやっ やっぱり僕の妹だったらもうやっぱお兄ちゃんのライブを見させてあげたいので「ランページ」のライブに来てほしいかなー。 『ランページ』のライブじゃなくてもいいんだゃないですかだか歳の今生まれたらそうですねそれこそもう本当にもうこの1月25日発売のアルバムだったら DVD ついてたりとかライブ映像もついてるんでもう家でそれ見せてあげれるんででもゼロ歳だったら首座ってないからモニター見えれないから多分それ以外のことの方がいいと思うよだったらもうあんまり立てるだけでいいかもしれないもう音楽を聴かせて聴覚もあんまりないんちゃう そういやいやでもまあお腹にいる時からまあ聞こえてるっていういやでも赤ちゃんの耳はノイズキャンセリかグさればいようだからそうだね <laughs> まあその気持ちが大事かもしれないその聞こえてなくてもその雰囲気というかね何、ねうん、か周りで静かにしなきゃいけないってなったらそしたらもう「ランページ」のバラード聴かせますよボーカル3人の、まあ、レオブライトはね結構。 トップな曲になってるの、ね、すごい赤ちゃんも好きそうだなっていう楽曲なのでこの曲なんですけどね,なるほどねもうほんと多分みんな乗れるようなほんとかっこいい楽曲なのですごく「ランページ」としてはおすすめの自信ある楽曲でするでも連れてって行ってあげたい場所とかしてあげたいことって書いてあるからやっぱそこをちょっと。<laughs> 具体的に教えてもらいたいなっていう感じはあるんだけどね。ライブ以外、ライブ以外か、いけないからね。ああ、なんだろう。どこに連れてってあげて、何をしてあげたいか。なんですかね。別になんかアルバムとかライブとか大きくなった時に、あのちゃんと記憶に焼き付ける形で見せてあげられるから、やっぱりなんかもうちょいなんかありそうだけどね。ライブじゃなさ。連れてってあげたい場所か。ああ、なんだろうな。 ええもう全然ちょっと頭回らなくなってきた。プロモーションどころじゃなくい。プロモーションどころじゃあもうそれそこじゃないからね。やばいねこのこのコーナーちょっと悪ふざけがこれやばいですね。一生できるもんだってこれ一生できるなこれ早えとったらやばいと。早えと言ったらもうこんなんじゃ済まないと思うマジで。多分いつき喋られない。 うんどういうこと？どういうことですか？それそれはどういうことですか？止まんないよねナイツの場合はずっと言われる。広げに広げられるんで全部広げられるよ。いまあねそんな企画やってきましたけれどもちゃんとねあの曲かけましょうよ。はいありがとうございます。が怒られちゃうから何のためにゲストお呼びしてんだってなっちゃうということであのガチガチにプロモーションしてから曲紹介お願いします。 はいえー、このアルバムは改めて「えー、ランページが、えー、5周年経ちまして、はい、1>, 1月25日で5年が経つんですけどそのタイミングで発売されたアルバムになります、うんえー、ここまでの16人の奇跡が詰まった、うん、もう本当にに年目だからこそできるアルバムになっていると思いますこれから5年10年20年と、えー、突き進んでいく「ランページの覚悟も詰まった、うん、最高のアルバムになっていますのでぜひ聴いてください <laughs>、えー、そしてこの「レイオブライトというアルバムから「 えー、ヒートウェーブをお聞きくださいどうぞジェネトークジェネレーションズの中塚田と下野レオとザランページ藤原一樹がお送りしてきたジェネートークはいえー、そろそろお別れですが最後にもう一回お知らせしたいいいですかしたいいいですか一回言ガチガチに <laughs> じゃあ普通対 M からよろしくあーまたもう頭回んないので、うん、終わりましょう<お前> <laughs> <laughs>

言新潟自由なんで、はい、番組のキャッチフレーズをいつきにちょっとお願いしたいなと思うので、うんはい、ここの文章をちょっと、はい、お願いします、はい。あなたの耳を濡らします。ノーメッセージ、ノージェネトーク。じゃあゆうた君、えー。ここまでのお相手はジェネレーションズの中継手とサンノレイオとザランページの藤井つきでした。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。